どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は今まで使っていたこの押し入れデスクですね、ここをちょっと改造していきたいと思います。この押し入れデスクは2019年の7月8月にこの物件に引っ越しをしてきてから、まあ、約1年と8ヶ月ぐらいですね、ここでずっと作業してました。で、2020年なんかは、まあ、おうち時間が増えてもうここでずっとね仕事をしてましたけども、今回これを手放すということになりました。そう、理由はいくつかあるんですけど、やっぱりその集中力っていうところですね。こういう風に視界が狭いので、なんかこう集中できるかなと思ったんですけど、意外と続かないっていうのは正直なところありましたね。イギリスのサルフォード大学が2011年から2012年に行った実験で、すぐ目の前に壁があると心理的に圧迫感が生じ、集中力が落ちてしまいやすくなるという結果が出たんですね。したがってデスクと壁の間にはできるだけ空間を取ること、なるべく壁が顔の近くに迫らない状態にすることが大切ですということで、まあ、そういう結果が出たんですって。なんかよくドラマとかで社長室のレイアウトを見ますけど、やっぱりその壁に背を向けてる机って多いですよね。で、僕自身も前住んでいた阿佐ヶ谷の物件では、その壁に背を向けて目の前の視界がなるべく広く保つようなレイアウトにしてたんですよ。で、やっぱそっちの方が圧倒的に集中力が高まりますね。そう、じゃあなんでこの、ね、押し入れデスクにしたのかっていうと、まあ、たまたまちょうどいい感じの机がそこにあったからっていう、まあ、机じゃないですかね、押し入れですけど、そう、なんかちょうどいい感じの、あれ、ここだったらなんか椅子もしまいやすくていいんじゃないみたいなのがあったんで、ちょっとここにやってみたんですよ。そしたら案外収まりが良くて、まあ、1年半来ました。でもやっぱりですね、まあ、先ほどの繰り返しになるんですけど、なんかちょっと圧迫感があって、そうっていうところですよね。その新しい机を導入するのも結構作業とか手間があったりするので、まあ、ぶっちゃけ面倒くさかったりするんですよね。そうなので、まあ、これでいいじゃんとか言って、その妥協してしまう出たんですよね。そうでも、まあ、やっぱりその妥協の人生よりもやっぱりね、まあ、やって後悔した方がいいじゃないですか。そうっていうところで、ちょっと新しいデスクが来る前に一旦もうその今ある環境を立つっていう意味も込めて、ちょっとこの押し入れデスクをちょっと潰していきたいなと思ってます。で、このスペースはもう全部彼女のスペースにしようと思います。もう僕の押し入れはこっちと、でこれはもう全部彼女のスペースにしますね。そうそうそう。で、あとここら辺を、いや長く使ったな、これも1年、いやこれ引っ越ししてからずっと1年半ぐらい使っていたシリコンのやつなんですけど、黄ばんでおります。店名を全うしてくれました、ありがとうございます。そうで、あとこれは、いいかな、なんか運気上がりそうですよね、トイレ。で、ここら辺のパーツに関しては、次の机が来たらそこに置くようにしたと思います。まあ、これで十分ミニマルなセットアップなんで、うん、これはちょっとこのままキープをしておきます。まあ、こういったところもすごく収まりは良かったんで、このままお尻に保管しておこうと思います。で、まあ、もちろん物はこれ以上増やさずにっていうところですね。で、こうやって、あれ、ね、これもなんだかんだ1年半ぐらい活躍してくれたマットですけど、ちょっと剥がしますか。だいぶ傷んでますね、やっぱ。はい、よいしょ。うん、これが本来の押し入れの姿ですね。前その企業さんからその企業案件みたいな形で、その昇降机っていうか、上がったり下がったりする机のレビューしてくださいっていう、まあただであげますからっていうのが来たことがあるんですよ。そうなので、ちょっとまた企業さんに連絡してみようかなみたいな感じで、そう、ただでもらえたらラッキーみたいな感じでちょっとやっていきたいんですけども、うん、まあでもね、この部屋に合う、かつミニマル、かつ、まあ、そのおしゃれで集中できるようなっていうところでね、ちょっと探していこうと思います。急いでるわけじゃないので、まあ、すぐにね、こう机が来るってことはないんですけども、また机が来た時にはまた紹介させてもらいますので、楽しみにしてくれたら嬉しいです。まあ、結局一時的にね、ここにしまうってことになるんですけど、はい、行きましょう。
一瞬手抜きに見えて実は家では作れないこのつけ麺、これ今日はこれをいただきます。はい、生麺。あ、おっとっと、よし、隙間時間でトレーニングしてる間にお湯が沸いたぞ。よし、いただきます。さあ食べましょう。しょ、ちょっとゴミ捨ててくるな。お、いい感じ。うんうん、よし、じゃあ残り最後ね、ちょっとやっていきましょう。よいしょ。Okay, so first, where are you now? I'm in Tokyo, Japan. I see. I thought you were somewhere, in another country because you look so energetic. I thought it's just morning there.A morning. You don't look tired. This is night. All right. So you can say it's night here. Not this is night. It's night here. Oh, it's night here.そう、床で座っているとやっぱどうしても姿勢が、あのお腹の腹圧が高くなっちゃうんで、だんだん徐々に苦しくなっていったりとか、その集中力が続かなくなっちゃうっていうのがあるんですけど、でもやっぱり背中に壁をくっつけてこうやってパソコンで作業してた方がやっぱりこう目の前の視界が広げて集中できるんですよね。そう、こう圧迫感が全然ないっていうのはあります。なのでこっちで作業する時間の方が増えたんですね。そう、なのでまあそれがやっぱ正解、自分にとっての答えなんかなって、まあいいとか悪いとかじゃなくて、今のやっぱ自分にとっての答えは壁に背中をくっつけるっていう、たとえ腹圧が上がってもっていうのはあるんで、まあ、この動画を見てくれてる人でなんかその、勉強に集中できないなとか、仕事する時になんかこう集中できないな、圧迫感を感じるなと思ったら、ちょっと壁に背を向けてちょっと作業してみたら、ちょっとなんか感覚が違う風になってくるかなと思いますので、はい、ぜひやってみてください。って思ってくれた場合はですね、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら僕の励みになります。はい、ということで、今回は以上ですね。はい、ということで、まあ、春になって三寒四温になってきたんですけど、体調管理はしっかりとしていきましょう。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。それではまた明日。